たる2018年3月15日、今日があの改正の前日。その分暇だったけどね。さて、前置きはさておき皆さんこんばんは、はなちゃんです。今日はいつもの友人 A と一緒に東京駅に来ております。東京駅にはそんなに来たことはないんですが、今日はあの改正があってあの運用が消滅するということなので、今日はその列車に乗っていこうと思います。というか、ここにいる時点でバレバレですね。しかしこの電車には乗りません。1時間後の電車に乗ります。せっかく新型が来たので、少しだけ観察してみましょう。しかし無言で。黄色い線の外側に出てる、バカがいますね。さっさと下がらないと警笛、鳴らされますよ。東京駅始発の中央線特急は運用数的に数少ないのでこれからも存続してほしいですね。そして相変わらずすごく早いポイントの切り替え作業、ここは手動かな？そんなんで1時間が過ぎ。まもなく今日のメインテーマが到着です。ほら、もう見えるところまでに接近してます。もうこれで中央線の東京駅乗り入れは最後なので多くのギャラリーが見に来ています。荒れないといいんですが。この電車が抜けてポイントが切り替わり次第特急開示は入線してきます。効果は上がってきましたね。もうすぐです。緊張してきました。まもなく、1番線に当駅始発、特急開示、115号、甲府行きが参ります。来ましたね。本日は E257 系に乗っていこうと思います。
中央線の各駅停車、電車。開示最終運転には M102 編成が使われました。まあ、最終運転にふさわしいかと思います。これがトップなんだからといって、特別いいことはありませんけどね。以上シール紹介でした。時間がないのでここから指定してある編成まで移動することにしました。発車しました。すぐ近くのデッキで側面でも見てみましょう。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急開示115号甲府行きです。途中新宿、三鷹、立川、八王子、大月、玄山、山梨市、伊沢温泉に停まります。自由席は3号車から6号車、グリーン車は8号車の一部、さらには電気トイレを含めまして全て禁煙です。トイレは1号車、3号車、5号車、7号車、8号車、10号車にあります。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんよう電気をご利用ください。次はここです。今回友人 A が指定した席はすごいですね。最初見で見た時は本当にびっくりしました。って思うぐらいびっくりです。というわけで今回は E257 系の開示ラストランにグリーン車に乗ってきたという動画でやっていきたいと思います。お近くを通りましたらどうぞご利用ください。担当車掌は立川車掌区甲府行区では近藤信村です。終点甲府までご案内いたします。ご乗車ありがとうございます。特急開示115号甲府行きです。次は新宿に停まります。 Ladies and gentlemen,
Welcome aboard the Kaiji Limited Express bound for Corfu. We will be stopping at Shinjuku, Mitaka, Tachikawa, Hachioji, Otsuki, Enzan, Yamanashishi, and Isawa Onsen. Cars 3 through 6 are for passengers without seat reservations. The green car is a part of car number 8. Please do not smoke in this train. Restrooms are available in cars 1, 3, 5, 7, 8, and 10. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. The next stop will be Shinjuku. We wish you a pleasant journey.列車は特急開示115号甲府行きです。隣の号車にはフリースペースがあり、広々とした空間があってとても快適です。まあ、普通車とはドアがないのであまり騒ぐのはやめましょう。トヨタ車両センターです。目の前にはどでかく、ここの門番だと言っているように思える201系がいました。周りに列車がいないと逆に変な感じですけどね。先頭車はこのように前が見えるような作りになってます。一回これで怒られてるのであまり撮るのはやめておきます。